皆さんこんにちは、まめです。たまです。今回はですね、僕らは今もう大会ね50日かもう切って48日だね。そう、48日になったというところで、新しく大会に向けてやらなければいけないこととか、あとは最近僕らもね大会が近づくにつれて基本的にやっぱストレスを感じ出す時期なんだけど、そこをねストレスを感じずにポジティブにねなるべく動こうと意識してるじゃん。だから改めてそんなね一日をね移していこうと思ってます。やっぱねこうきつくなってくるとこうね精神的にもねやられてきちゃうので、だったらねこうポジティブで生活した方が楽しいじゃんっていう感じで、そんなね生活を見せていきます。のっけで皆さんのっいつも通りの酒高いけどね、これまでうまいんだ。原料ってなると急にうまくなるよ。うまいようまくなる、高いって。今回も飲んでいくのはアンビークの家。最近はねもうなんかお互いなんかレモンマスカット飲んだりとか適当。適当ね。その日の気分に合わせて飲んでます。そう。今日はねちょっとねいろいろね大会に向けてやることもいっぱいあって、今バタバタしてるんで、ちょっともうすぐ行ってきます。バイバイ。ということで、はい、今日も外のジム行ってモチベ爆上げしていこう。気合い入れてやっていきましょう。やってみましょう。何見てるんすか。あ、うまそうだなぁ。めちゃめちゃうまそうだな。うまそう。あ、食いてぇなぁ。筋トレから帰ってきてソファーに倒れ込んで、こいつデザート知らんって。マジさ、大会後に食べたいものってさ、結構出てきたね最近。出てきたね。あのなんかリストでまとめて。いや、まとめたい、うん、まず俺らが好きなびっくりドンキ行きたいし。え、やば。うまそう、マジで。これやばくない？さすがに。うまそう。ハッピーアイスクリーム。マジね、こうやってね、ほんと大会後の楽しみを考えてやったらマジモチベって上がるよね。いや、マジで上がる。マジで上がる。しかもさ、本来食う時と違って減量終わりのこういう甘いものってバカうまいんだよね。いや、もうね2.5 倍ぐらいうまくなる。そうなんよ、ほんとに。こんな感じでね、僕らはいろいろね、モチベをね、保つ工夫をね、しながら頑張ってやす。あー、食いてー。くそー。ヒサロ、行ってきました。マジ始まった。ヒサロ来るとマジ大会直前感あるよな。いや、マジである、今日はね、ちょっと1回目だったからそんなにね、強いマシンにはしなくて、まあ、こっから多分徐々に真っ黒になっていくと思う。いきなりね、強くしちゃうと体が痛くなっちゃうんで。あ、ちょっと去年思い出すわ、ほんといきなり一発目、超強いのにして、体真っ赤になって大やけど。確かにシャワー浴びるとき痛いもんな。マジ痛かった。ヒサロで、まあね、外出てて疲れて、今ね、2人でね、ちょっとね、大会後のね、楽しみをね、今調べてて、海外旅行行くんだよね。そうなんですよ、今年は。え、暑くね。暑すぎ。コロナでもう数年間行けてなかったから、うん、やばい楽しみだね。やばいよな、
しかも絞れてる状態でのさ、グアムじゃん。まあ海でいい絵撮れんじゃない？いや撮れると思う。バッキバキな感じで海バックに撮るから。だからね、大会終わってもそう簡単にはね、バック食いできねえんだよな。そうなんだよ、そうなんだよ。もちろんね、その爆食い動画もね出すからみんなに見てほしいんだけど、うん、ちゃんといい体をキープしてグアムに行く。うん。今ね、俺が風呂上がったんだけど、もう今日ね、やばい。やばいね。赤くなりすぎて、わかるかなこれ動画で。俺はね、あんまり色吸収しないんですよ。ゾロと減量は繰り返し行った方がいいです。うん。毎週ね、この時間でなるべくね、ご質問に答えて、みんなのね、普段の疑問とか筋トレの疑問とかを、ね、解消する時間にしてるんで、ぜひね、来てください、インスタライブに。いやマジ、来てみんな。あとやっぱみんなとこうやって関われる機会が今インスタライブしかない状態だし、インスタライブがさ、一番なんか関わってる感あるじゃん、ちゃんとリアルタイムでね、会話してる感というかさ、僕らもそうやってね、会話をすることによって本当にモチベにつながったりとか、この後の編集頑張ろうとか、そう思える気持ちにもなるんで、ぜひね、僕らと話しましょう。はい。今ね、ちょうど編集しててお腹が空いたんでね、コンビニに行ったんですけど、見てください、減量の最強のお供、寒天ゼリーですね。これはね、もう普通のゼリーとの味変わんないんですよ、あんまり。変わんない嘘か、変わんない嘘ですね。結構ね、やっぱこう夜この時間とかにあんまご飯とかは食べれないんで、こういうゼロカロリー系とかを食べて空腹をしのいでます。というわけで、はい、大会が近づいてきた1日密着動画でした。僕らもね、大会が近づいてきて、やっぱりストレスとかさ、緊張感とか感じる一方で、まあ楽しくやろうぜっていうのがあるし、俺らが楽しくやって結果を出す、その先にみんながね、なんか楽しんでくれたりとか、俺らの動画を見てね、笑顔になってくれる人とか、そんな人がいたらなと思って、今回は僕ら2人で優勝したいっていう気持ちを込めて大会をエントリーした背景もあるので、やっぱね、残りの期間は楽しくやっていこう、勝とうが負けようが大会の日は来るんで、毎日辛いなと思ってやるのか、毎日楽しいなと思ってやるのかってさ、結局同じじゃん。僕らも今インスタライブだったりとか、皆さんのコメントだったりとかね、今日インスタライブの様子も映したけど、ああいうちょっとした皆さんとの交流っていうのが本当にね、モチベになってるので、ぜひ引き続きね、そういうコメントとかいただけたら僕らは嬉しいです。皆さんもね、何か辛い時とか、忙しくて大変だ、疲れたっていう時があったら、何かその先のね、ご褒美みたいのを設けてあげれば意外と頑張れるから、モチベーションにはつながるよな。まあ、決して俺らは別に大会がモチベーションじゃないとかじゃなくて、大会はもちろんすごい楽しみだし、それプラスでこう楽しみなこともね、作って、それも一個のモチベーションとしてやってるので、今後もね、大会までのルーティン動画をね、上げていきますので、ぜひ引き続き大会を応援してくれるという方はチャンネル登録、高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイバイ。筋トレ始めたいんだけど、何から始めていいか分かんないんだよね。そんな悩みを解決するために公式 LINE 作りました。自分の悩んでいることを入力するだけで、その人に合ったおすすめの筋トレを紹介するよ。本当だ、これを使えば筋トレのモチベーションも上がる。同じ悩みを持っている人は今すぐ LINE を追加してみてね。みんな一緒に頑張ろう。